新星の創造図。赤色巨星と光着円盤を伴う白色矮星からなる。新星は激変性の一種である。恒星の表面に一時的に強い爆発が起こり、それまでの高度の数百倍から数百万倍も増高する現象を言う。英語やヨーロッパの言語の多くでは NOVA と呼び、変更性の分類としては N 型という。他の類似の激変性と区別するために、 古典申請ということもある。超申請と名前が似ており、大きく分類すれば同じ激変性であるが、発生原因や増光の原理は大きく異なる。また、新しい星が生まれる現象でもない。1572年、ティコブラーエが SN1572 を発見し、ラテン語でデステラノバという本を出版した。これが申請という語の始まりである。 神聖そのものは以前から知られていたが、中世からルネサンス期にかけての西洋世界では、キリスト教とそれに基づく世界観が絶対視されており、神の創造した宇宙は永遠に普遍であると考えられていた。従って、神聖や彗星のように短期間で大きく変化する現象は、宇宙空間に属するものではなく、地上から近い大気圏内に生じたものであると、 解釈されていた。紀子コはこの本の中で、神聖を精密に観測したが動かなかったため、遠く離れた宇宙空間での現象であると主張した。紀子コの神聖は現在では超神聖に分類される。1930年代までは超神聖という概念は天文学になく神聖として一くくりにされていた。超神聖の発生原因については、第二次世界大戦の前後に、 恒星の進化の過程が明らかにされた頃から概略的に知られていたが、新星は超新星よりはるかに発生頻度が高く観測の機会も多かったにもかかわらず、ようやく発生の機構が明らかにされたのは1970年代に入ってからである。新星爆発を起こす星は白色矮星と通常の恒星の連星で、特に双方の距離が小さい近接連星である。 距離が小さいので、主系列性の表面の水素ガスが、白色矮星の強い調汐作用により流出し、白色矮星の周囲に膠着円盤を形成して、降り積もる。水素の供給は長期にわたって持続するので、白色矮星表面には、次第に水素が堆積する。白色矮星の強い重力のため、落下する水素は大きな運動エネルギーを持つので、 白色矮星表面への衝突で大きな熱が発生し、また重力によって圧縮されて密度が高まる。これは核融合反応を起こす条件となる。太陽をはじめとする通常の恒星の中心部でも強い重力による高温と高圧のために水素原子核が核融合反応を起こし大きなエネルギーを発生させているのであるが、そこでは反応速度が上がって、 エネルギーが出すぎると温度と圧力が上がるため逆に密度が低下して反応速度が下がる。また反応速度が下がりすぎてエネルギーが少なくなると構成の重力により中心部は圧縮されて密度が上がり各融合反応が活発化して多くのエネルギーが出される。このように構成の中心部の各融合反応は負のフィードバックによって調整され、 安定してエネルギーを放出し続けるが、白色矮星は縮大した物質でできているため、このような調整が効かない。主系列性から降り注いだ水素が表面で、核融合を始めても、白色矮星はそのエネルギーを吸収して膨張したり、密度を下げたりできないため、核融合反応は急激に進行、つまり暴走し、白色矮星の表面全体が爆発して、 新性として観測される。爆発後は、水素や核反応で生じたヘリウム、炭素、酸素等のガスを宇宙空間に放出して、核反応は収束し、高度は下がって元の暗い連星系に戻る。新性爆発後も連星系に大きな変化はなく、相手の構成から白色矮星への水素の流入は継続するため、いずれ再び震性爆発を起こすこととなる。 ただし爆発の間隔は千年から十万年と推測されており、ほとんどの場合、一度だけの爆発しか観測されていない。ただし、白色矮星の質量が大きく、連星系のもう片方が赤色巨星の場合は、爆発の間隔は十年から数十年と短くなり、繰り返し爆発が観測される。このような神星は、反復神星や回帰神星と呼ばれ、 重例程度が発見されている。硬着円盤の崩壊である、Y 新星とは別の現象であるが、Y 新星爆発により、白色 Y 星に水素が供給されるため、Y 新星はより長い周期で、新星爆発を起こしている、可能性が指摘されている。2007年には、Y 新星キリンザ・ゼット星に、新星爆発の痕跡成分が発見された。新星爆発により、 白色矮星表面に溜まった水素ガスや核融合で形成された元素の大半は宇宙空間に吹き飛ばされ淡い星雲を形成した後短期間で空間に散逸してしまうが一部の水素やその他の元素は表面に残る。従って白色矮星の質量はわずかに増加しチャンドラセカール限界を超える段階に達すればやがた超新星爆発を起こす可能性が指摘されている。 2011年1月16日に発見された、イヤ型超新星の PTF11KX は、超新星爆発を起こす前に何度か新星爆発を起こした可能性のある最初の天体である。新星が爆発した時の増光量は実に様々で、その原因はよくわからないが、白色矮星の質量や流入する水素の量などと関係が考えられる。 反復申請はいずれも増高の度合いが小さく爆発前と比べるとせいぜい1000倍程度明るくなるだけであるがこれは水素が大量に流入するため白色愛性表面での加熱圧縮が早くから進み蓄積が進まないうちに爆発が起こるためと考えられる通常の申請は絶対等級で12ないし13等級も高度が上がるすなわち爆発前と比べると 数万倍から十数万倍も増高する。これまでに観測された最も増高の度合いが大きな新星は1975年8月に出現した白鳥座 V1500 星である。最大高度は1.7等に達したが、それ以前の写真には写っていないほど暗い星であったため21等か、それより暗かったはずで少なくとも1900万倍。 あるいは5000万倍も高度が増加した可能性がある。国際天文学連合としてルンベルク天文研究所により編纂されている変更母子総合カタログでは申請を現行速度の速い順位が NB、NC に分けている。また複数の爆発が観測されている申請はそれらとは別に NR としている。速い申請は全体に明るく、遅い申請は 高度が小さくなり、増高や、現行の曲線も不規則になる傾向が強い。申請の名を含むが、超申請、Y 申請、X 線申請、高気度赤色申請は、申請ではない。古典申請や反復申請とは、原因並びに過程が全く異なっている。銀河系では1年間に約40個の申請が発生していると推測されているが、 発見される新星の数ははるかに少なくて、年数個である。超新星に比べて高度が小さく、生還物質等の作用で現行が激しいため、遠方で出現したものは、光が届かないためである。多くは、アマチュア観測者により発見されている。ちなみに2011年1月から2013年11月12日の、期間での発見された新星は、年間5から7個であった。 アンドロメダ銀河でも発見されるが、その数は多く、この同じ期間では銀河系の4倍である。分光系による新生放出成分の観測では、炭素、窒素、酸素、ネオン、マグネシウムといったシ元素が検出されている。生還物質への新生の寄与は少なく、超新生の1、50、赤色巨星や超巨星の1、200程度である。 新星の絶対等級はマイナス7.5等とマイナス8.8等の二方分布を示すため、銀河までの距離を測定するための標準光源に使える。新星が発見されると、まずのバスコー P2007 のような名称が付けられる。新星として確定すると、変更星として V1280 スコー P のような名前が付けられる。数字はその星座で発見された変更の 投資番号である、注釈出典、ありがとうございます。